豊原国地下、豊原国地下、豊原国地下、天保六年六月五日、千八百三十五年六月三十日、明治三十三年、千九百年七月一日は、幕末から明治にかけての浮世絵師。豊原修身を及び歌川国さ三代目、歌川報告の門人。本生は、荒川氏、俗称は十八、江戸京橋五郎衛町の湯屋、 一説には、江戸京橋三十県掘り七丁目の屋主大島屋、九十郎の次男として生まれる。母は、同心の荒川三之城の娘屋へ。画後は、国地下のほか、一、うぐいすさい、豊春郎、花蝶祭、花蝶郎、花蝶祭、花蝶郎、一等、歌、清志社、草原子、米沖菜、うぐいすさい。画星を豊原としたのは、死の、 豊原修身への恩を忘れぬためだと言われる。幼い頃はかなりやんちゃで、近所から苦情が来ていたという。しかし、ビラヤで祭礼の際に用いられる、地口安読、元の言葉を別のものに仕立てて楽しむ、言語遊戯、つまりは語呂合わせである地口を絵で安読に描いてある。祭礼時に町の辻に飾ることが流行し、その絵の多くが、 浮世絵師によって描かれたの制作の手伝いをするなど、画祭を示していた。兄の長吉が南天馬町に教え屋を開業したことがきっかけで、長谷川派の豊原修身に指示し、役者似顔を学び、羽子板教えの原図を制作した一説には、羽子板師の隣春に着いたとも言われる。月屋菓しにあった羽子板とんや民林や指導の仕事を引き受け、 その役者へは、評判が良かったという。国地下の墓所である、本隆寺には、現存してはいないが教えし、床は天根丸を発起人とした、国地下の自生区、世の中の人の二顔も飽きたればエムマヤ鬼の、生き写しせむ、を刻んだ石文みがあったと言われるので、中世羽子板へとの関わりが保たれたのだろう。元年、年三代目、報告のに入門し、 開園五年、1852年には、報告の役者への一部を描き、門人八十八と署名する。安政二年、1855年の頃より、最初の詩であると与原修身と報告の名前を合わせた、画名である、と与原国地下と署名するようになる。明治二年、1869年、人形町具足や貨幣を反元にし、長江、大田松基による、 役者に顔をくびを多数作して、力量を示した。このシリーズにより、役者への国地下として知られるようになり、後世、小島薄いによって、明治の写楽と称せられる。同年には大橋や八七から、似顔をくびを2枚、3枚続くにした作品を、出版した。後年は、伝統的な役者に顔への七分身像を多く描き、3枚、 続くの画面に一人立ちの半身役者絵を描く大胆な構図の作品なども描多。顔形描写に羽子板絵式の装飾味を持たせ美人画にも独特の晴れやかさを示した。三枚続くに役者一人を描くという新しい構成は国地下が創始したとされる。明治期における役者絵師の代表的存在であり、作品数も多く。 明治演劇史の資料としても大変価値がある。写真の流行する時代の影響を受け、明治三年、1870年に写真書と題した役者のブロマイドがあり、陰影法を用いた基本画を制作したが成功しなかった。国地下の役者へは、母親戦争を受けて、不況となった歌舞伎界を盛り上げた友ともと言える。国地下は、 自らも認めているほどの変わった性格をしていたという。妻まと妻を変えることが癖で、本人によると転居は117回であり、同じく転居の多かった、葛飾北斎と比べ、絵は北斎には及ばない。転居数では、飼っていると誇っていたという。近所の空気が気に入らないと言っては移転し、版元が絵を依頼しようとしても居所がわからず困ったという。今日転居してきて、明日、 嫌気がさすとすぐ引っ越し、花だしい時は一日に三度転じたが、その三度目の家も気に入らなかったが、日が暮れてくたびれたので、ぜひなく思いとどまったという話まである。妻も四十人余り変え、長続きすることはなかった。酒と遊びが大好きで、家料が入っても酔い越しの金は持たないとばかりにすぐ、使ってしまい。 晩年は着物一枚で過ごし舞台に出る役者をスケッチする中身の際には版元から着物を貸してもらうほどだったという。しかし困っている人を見ると助けずにはいられず、時には来客のものまで与えてしまうという非常識ぶりを発揮した。そこで地方問屋の主人などは、国地下を訪問する際には高価なものを携帯することを避けたという。 国地下の仕事ぶりを伺わせるエピソードとして、次のようなものがある。福田という版元は、芝居が好きで、役者絵を多く出版していた。ある時、国地下が九代目、市川段十郎の姿を描いた版画の元になる。死体を描いたが、段十郎がそれを見分した時なくなってしまった。とてもよくできていたのでもう一度死体を描いてくれと、頼んだが、 国地下は同じものは二度と描かないと断ったという。国地下の絵師としての誇りが、このような態度を取ったのだろうが、いかにも、江戸っ子というような印象を与える総話でもあると思われる。国地下の画工料は三枚、俗一組が六、七円を普通とし、堀市で半元を兼ねた、堀町は、平均四円五十銭、ないし五円で描かせていたという。去年十六、墓所は、 台東区今との本流寺。法名は鶯ぐいすくもいん、尺国近古寺。国の門人は多く存在したらしいが、活躍したのは、森川下重と、陽州下信の二人のみである。その他に、湯川近マロ、五橋朗州かおる、豊原天根春、豊原香ぬ龍竜仁周、修修、修美幸、多川国松、豊原金吉、三代目、宇多川国喜。 中期、中法がおり、また、歌川まさかが門人であったと推定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。